ここもマンツーです。新潟エチェニケに預けた、エンドワンです。ちょっと出てしまいましたね。ファンドからエチェニケ、外から打ってきた、来ました、スペースが空いた、打ってきた、落ちています、リバウンド、ブザービーターになりました。最後も土屋大輝です。これも落ちましたが、ムールが詰めてました。バイパスムールです。肌に寄せる、ここも奪った、先ほどから新潟いいディフェンス、リバーヌがいった。今田渡りもいたんですが、サイズのミスマッチがありますので、ここはいけません。エチェニケも来てはいたんですが間に合わず、田渡り、キングスピンして決めました。うまい、田中マッチアップ、土屋大輝です。土屋は2本の3、キングに通した、アイバナーカス。ただ福島やり返します、キング起点作ってアイバナーカス、このダンクです。イバーヌだ、イバーヌだ、このパスはなんとかキープです。ムールからパスカット、キング走り出す、イバーヌ寄せてますがキング決めました。パスです、ムール一度下げて、イバーヌだ、来ました。エンドインバウンドから20秒、新潟大谷が入っています。んちょっと中空いた、佐田が決めます。高橋、うん、土屋も運動量が落ちません。ダブルチームでいきますが、そこ空いた、ハント、エンドワンになりました。エチェニケが寄ってきて、バウンドパス、エチェニケだ、決めました。土屋から佐田武史、土屋が向こうサイドのコーナーに開いていきます。イバーヌがイバナーカスに寄せる、外して、おお決めました。さあ3分切った、富岡スピード上がる、スピード上がる、2-3で中を固める福島ですが、富岡中いった、時間はない、ここで止めました。試合終了です、85対67。